はい、どうもヒログランスです。なんと皆さん、フッティストの第2弾が決まりましたね。早い、4月25日です。はい。まあ、最初はね、ゴールデンウィーク明けかなみたいな話も出てたんですけども、ちょっと前倒しという感じですかね。これで使えるカードが、1617と1516のカードが使えるようになるということで、はい。なんとね、HOLE のロナウド、バッチョ、ビエリか。暑いですね。はい。楽しみ。あとまあ、第2弾で、クリスティアーノ・ロナウドのユベントス版が出るのか、どうなのか、みたいな感じですかね。すごい楽しみですね。やっぱり、私個人的には HOLE のロナウドがね、使えるのがすごい嬉しい。1516だと、まあ、セルヒオ・ラモスの上空の騎士か。あれも使えるようになるんじゃないですかね。付録のやつ。あと、サモラね、キングオブレジェンドのキーパーか、サモラ。あと、メアッツァもね、使えるようになりますと。いやー、楽しみ。はい。早くね、カップ戦、リポルチーニをね、手に入れないとね、もうあと、1週間とちょっとぐらいしかないのでね、ちょっと焦ります。はい。であと、カップ戦に応じては、多分やってて思ったのが、多分フッティストなカードを使うとちょっと辛い気がします。だから、もうさ、前回の WCCF のカードを全部使った方が多分簡単に勝てるのかなってちょっとやってて思いましたね。はい。それとあと、WCCF の1級カードを使うと、スキル設定した時に右上に顔が出ないのが、ね、ちょっと残念です、まだ。で、アップデートとかで早くね、顔がジャーンって出てくれればまた、ドーンみたいな。感じだと思うんですけども、ほんまにちょっと、ね、期待してます。あと、1617の3人のベストユニットかな。あの3人もね、多分なんか並べて使ったらすげえいいみたいなのもあるかもしれないですよね。なんか特殊なスキルが、このホットライン繋ぐとなんかなったりするみたいな、ジャンってないかな。まあそういうのもちょっとね、あったら遊び心としても楽しいですね。で、モドリッチとか、今の第1弾のカードも引き続き排出するらしいです。これでもありがたいですよね。やべ、あと1ヶ月し、あ、いや、1週間しかないってなって、じゃあ、もうすげえ連呼しまくる。もうまあ、出るからまあいいかなと思って、まあちょっとね、スカウトをやって、まあ、チケット増やして、まあ次回にね、取っとくっていうのも全然、ありだと思うので、こんな感じがしました。はい。まあ、今回はね、ここで終わるんですけども、まあ、4月25日ね、楽しみです。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いいたします。